藤原博次は奈良時代の貴族。藤原指揮家の祖である三義、藤原馬会の長男。官位は十五位下、太宰商に。天平九年四月から八月にかけて、正午朝前半の朝廷において圧倒的な権力を誇っていた藤原四兄弟が相次いで亡くなった後、九月に十六位上から三回昇進して十五位下に助赦する。式部を経て、 天平10年4月に大和神を兼任する。しかし、朝廷内で、反藤原氏勢力が台頭した背景のもと、親族への誹謗を理由に、同年12月に、太宰小児に左遷される。広次がそしった親族とは、おばの子太友人、藤原宮子で、宮子と玄望の関係の防御を通じて、玄望を除くこと進言したものと想定される。 天平十二年八月に広次は天地による最悪の元凶は、半藤原勢力の要である右衛氏。ただし、キ備マキビと、僧城・玄坊に起因するため、二人を追放すべきとの上層文を朝廷に送るが、時の権力者右大臣、橘花諸径はこれを無本と受け取った。マ備と玄坊の起用を進めたのは諸径であり、薬病により、被害を受けた。 民心安定策を批判すると、その内実は諸刑への批判であることは明白であった。聖武天皇はこれに対して、広継の召喚の招徴を出す。広継は直に従わず、9月に入ると弟、つなげともに、太宰府の手勢や早と等を加えた一万余の兵力を率いて反乱を起こした。しかし王のあ人を大将軍とする追悼軍に敗走し、 10月23日に、非禅国松浦軍地下党長野村で捕らえられ、11月1日に、つなげとともに、非禅松浦軍にて処刑された。この反乱によって、多くの式家関係者が処分を受け、奈良時代末期には一時的には政治の実権を握るものの、後世における式家の不信を招く要因の一つになった。広次の怨霊を沈めるため、唐津に広次を祭る。 鏡神社が創建された。新薬師寺の西隣に鎮座する鏡神社は、その感情を受けたものである。俗に本気による。ありがとうございます。